疲れているようだな。よければ私が儀式を。お前が一人でできるなら済んでいただろう。残念だから参加するつもりだ。ネイレルも連れて行くぞ。ドナンは頭を整理できたかもしれないが、リリスに対抗できるのはソウルストーンだけで、何も運任せにはしない。熱は下がったけど、今度は手が、腕が震えてる。ノラスは良くなるって約束してくれた。今は信じられないけど。私なら問題はない。少なくともソウルストーンを同調させる準備はできてる。その後の話だが、リリスを捕らえてあの石に封じ込める。それが過去にどういう結果になったかは知っての通りだ。今後どうなるのかは我々次第だ。予言でもイナリウスでもない。何かおかしい。この場所は何もかもがおかしい。早く済ませよう。そうだ、ロナス。デンダスの6つの印象を順番に刻んでいこう。そして2番目と4番目を逆にするだろう。珍しく意見が一致してるね。集中しろ。始めるぞ。クリエーションダウントゥニスベリディッソンイグルムン。そうだ。感じるか。どうした魔女よ。誰か来る。エライアスだ。何だと。急がねば。ロナス、気をそらすな。あいつは私が殺す。剣を何度交えても分からないようだな。貴
貴様が私の命を奪えるはずがない。推定神殿の最深部までたどり着いたのだ、エラーヤス。これ以上隠し事をしても無駄だ。トンネルで見失ったが、今頃は沼の底だろう。ホラドリム、あんた抜きで終わらせるところだよ。生きているのか？どこにいる？地の痕跡の終わりにいる。こっちだ。大使さん、彼と話したい。では話すがいい。ロラス。ああ、エライアス、後悔は感じないのか？どうだ。私はリリスを召喚した。不可能なことだと思われた。そして地獄がこの世界を席巻するとき、彼女と共にそれを押し返すのが私だ。貴様は私を捨て、越えられなかった一線を私に越えさせた。だが何の成果も出ていない虚しい人生だ。私を許すだと？誰事もいい加減にしろ、老いぼれが。この事態を招いたのは貴様だ。後悔を感じるだと？質問だな、ロラス。貴様らしい。アラノックのエラヤスよ。さっさとやれ。自らの意志でお前はささやきの木に誓いを立てた。こうなるはずではなかった。木は誓いを決して忘れず、責務を逃れる者を許さず。引導は私だ。風の笑い声が聞こえる。エライアスの首はささやきの木に吊るされた。ソウルストーンも同調済み。お別れの時間が来たみたいだね。
お別れだと。リリスと対峙するために一緒に来るものだと思っていたが。事情はわかるけど、リリスはあんたたちの問題。私にはやるべきことがある。やはり行くのか。お茶のことは感謝している。気をつけて、ドナ。私を名前で呼んでくれた。ロラスは信じないだろうな。で、彼はどこだ。死に際のエライアスに臆病者と言われて以来、彼の姿を見ていない。自分の勇気を証明するためにリリスに一人で立ち向かう気か。エライアスは居場所のことは言っていない。でも奴の首はささやきの木にある。木に聞けばリリスの行き先がわかるかも。ロラスが尋ねると代償を払うことになるからね。代償だと。エライアスと同じよ。木で一生を過ごす。木へ急いで向かってくれ。彼を止めるんだ。これ以上リリスに先を行かれるわけにはいかなかった。木は奴の居場所を知っていたので、それを確認した。代償に見合うだけの答えだった。代償に見合うだと。お前はあの木に首を約束した。命を落とせば他の者たちと共に吊るされるのだぞ。別にお前の許可などいらない。済んだことだ。忘れろ。我々がこうして棒立ちしている間にも、リリスはメフィストの力を吸収しようとしている。奴は地獄への門を見出し、鍵を手にし近づいているのだ。門はどこにあるんだ。カルディウムの地下だ。きっと抵抗してくるよね。それはない。愚者どもが奴を招き入れた。我々で奴を止め、ソウルストーンに封じ込めるしかない。重要なのはそこだけだ。もしリリスがすでに門を通っていたら。奴を追って地獄へ行く。たどり着くためならあらゆる手を尽くそう。私たち4人だけでとか、どうかしてるよ。どうかしていない。これは責務だ。ターサラクで落ち合って準備しよう。手遅れにならないことを祈る。死後の行き先が分かるというのは不思議なことだ。謎が一つ減ったというところか。正しい選択をしたのだろうか。やるべきことはやった。求めていた答えを得た。リリスは地獄の門を襲撃するつもりだ。アスタロスとの取引とラズマとその鍵はここにつながっていた。そして我々が沼地でさまよっている間、イナリウスと大聖堂はリリスに対する迎撃作戦を進めていた。彼らが戦えばこの世界は荒廃するに違いない。勝者は誰にせよ生き残りに対し慈悲を一切与えないだろう。イナリウスに先んじてリリスにたどり着くことが唯一の希望だった。だがあんなことになると。
買い込まれてますね。直しますよ。